藤原貞俊は、平安時代初期から前期にかけての貴族。藤原京家、行部京、藤原継彦の六尾。官位は、十五以上、鴨頭。や上は二年三政下条件検討順法案に任ぜられる。二度の渡航失敗を経て、上は五年日当し、長安に赴く。日本三大実力の貞俊の隠れ伝によれば、貞俊は、 龍二郎という琵琶の名人に教えを請うために、砂金二百両を送った。龍二郎は、往来を行うのが尊い例であり、こうなら、伝えようと言って、すぐに山頂の琵琶を授けると、佐田都はに、三ヶ月の間に妙曲を習得してしまった。龍二郎はさらに数十曲の楽譜を送って、師匠は誰か、すでに、日本で妙曲を学んできたのかと問うたところ、佐田都は、 累大の花風で、特に師匠はいないことを答えた。龍二郎は感心して、自らの娘を佐田都に目とらせるが、龍娘はことに優れ、佐田都はさらに新曲を数曲が組んだという。上和6年、佐田都の帰国にあたって、龍二郎は送別の縁を開きし、たんと指導の琵琶各一面ずつを送ったという。これに対して、琵琶琶に記された。 貞田都の抜群とされる文章には貞田都は、洋州の州河から派遣された、連勝部という人物から、洋州の戒厳寺にて教えを受けたと記されている。これに対して、上和の検討士は、党の政情不安を理由に代表者34名のみが、長安に入り、残りの大半は、気候地の洋州に泊まっていたことから、日本三大実録の記事に、誤りがあって、 琵琶府の方が事実関係を伝えていると考えられている。上記のように、上は6年8月に佐田都は、琵琶の名器、玄城、青山及び、画伝など、琵琶局の楽譜を携えて、日本に帰国する。なお、一説では佐田都は等で結婚した妻を連れて、帰国し、妻は日本にことを伝えたとも言う。九月に、都等の功労により正六以上に助せられ、十月には、 人名天皇臨席の下で、四神殿で開催された園において、琵琶の演奏を披露している。帰国後、上は七年三河助、上は八年主殿助追で雅楽助を経て、上は九年十五石下に助赦する。上は十四年雅楽頭に昇格すると、人氏明朝末から門徳町にかけて、これを務めた。またこの間、最高三年に、 東大寺焦僧院で行われた幕僚の作業を司る幕僚師に任じられたが、これは焦僧院に収められた古い楽器の調査も兼ねていたと推定される。翌4年15以上に少女している。文徳長末の天安2年科も頭に転じ、生は朝でも引き続きこれを務めている。上岸9年10月4日即去、去年61。最終官位は、 十五位上皇家門頭。若い頃から音楽を非常に愛好し、好んでことを学んだが、琵琶が最も優れていた。他に、再芸はなかったが、琵琶の演奏をもって三代の天皇に仕えた。特別な長宮を受けることはなかったが、その名声は高かった。また、多くの琵琶の秘曲を日本にもたらしたことから、琵琶の祖とされる。六国史による、尊卑文脈による、 ありがとうございます。